まもなく3番線では SL 第1号と客車をつなげる作業を行います。作業中は係員がホームを移動いたします。写真撮影見学のお客様、黄色い電気ブロックより下がってお待ちください。お客様のご協力をお願いいたします。ご乗船になるまでもう少しお待ちください。全車両座席指定となっております。座席指定券の表示の降車番号と座席番号を確かめの上、指定のお席をお座りください。 SS 機関車側から3号車、2号車、一番後ろが1号車の3両編成で運転をいたします。下井駅までの間、東武ワールドスクエアに停車をいたします。東武ワールドスクエアには15時41分、終点の下井駅には16時14分に到着をいたします。なお降りの際はホームと客車に段差がございますので、足元には十分ご注意ください。またお席を離れる際は部長にお手回り機にはお気をつけいただきますようお願いいたします。
車は3両編成で、SL 機関車側から3号車、2号車、1号車の順となっております。電車のお座席指定、お手洗いは3号車の後方と1号車の前方の2箇所でございます。であと2分ほどで、ドームワールドスクエアに到着いたします。お降りの際は、ホームのお客さんに段差がございますので、足元には十分ご注意ください。またドアが内側に開きますので、ドアステップに立たないようご注意ください。お出口は左側です。
お送りをし、返上書証をお配りしております。
右方向
ありました。今回は、SL機関車と、青車を見ましたが、大きな SL シリーズ型 E-1
します。